ちょうどいい。ずっとこんなですか。さあ、ジミロのキャンプは今日が4日目。ストパラのキャンプ取材もスタートです。去年までやってる人と新しく入った人の融合というか、まあ、今までのジミロにはなかったところをプラスしてやってやろうっていう気持ちも持ってますし、テーマは新戦力と現有戦力の融合。ジミロがキャンプ入りして4日目、初めて戦術練習が行われました。選手を 4-2-3-1 の布陣でフルコートに配置。10対10の中でスペースへ飛び出すタイミングや選手間のポジション取りなど、七海監督は何度もプレーを止めて指導。ギレルメ選手や田口選手など新加入選手を中心に戦術の浸透を図りました。まあ、こういうところに立とうとか、こういうところまで戻ろうとか、こういうところは出ていこうとか、理解度も非常に高いと思いますね。すでにチームに溶け込んでいる田口選手、すっかりチームにもう馴染んでる感じですね。そうですね、これから練習試合も入ってきますし、しっかりもっともっとコミュニケーションを取りながら、自分のやりたいことだったり、何話そうか忘れちゃいました。忘れたんや、話すこと。大丈夫、風邪でやられてるぞ。ちょっと待っといてよ。チームの戦術だったり、そういうのをしっかり一日でも早く体に染み込ませて、しっかりチームの役に立てるようにプレー努力していきたいと思ってます。そして田口選手とホテルの部屋が同じだという川俣選手、同部屋が田口選手で楽しそうですね。めっちゃ楽しいですよ。基本的に俺みんないるときが一番楽しいです、はい、打ったら敵に当たって入ることもあるし、まあ、一番ゴールに近くなるのはその感覚じゃないかなと思うんで、まあ、そういうところはこのキャンプで身につけないといけないと思います。スポパラキャンプ取材2日目、重点的に行っていたのはセットプレーの練習。コーナーキックとフリーキックを繰り返し25本。昨シーズンセットプレーからの得点リーグ1位。ジュビロの武器にさらに磨きをかけます。今季も中村俊輔選手の左足に期待です。そして常に選手たちとコミュニケーションを取り、チームを引っ張る新キャプテン桜内選手。キャプテン、はい、キャンプどうですか？充実してます。いや、なんかすごいいい雰囲気ですね、今年も。はい、1年ごとに良くなっていってると思うんで、本当に新しい選手がすぐ溶け込めるんじゃないかなというふうに思いま す、ね。はい、前向きのプレーを増やしていきたいんで、チームとしてそれが、ずっと求められていることなんで、まあ、ミスを恐れずどんどんチャレンジしていって、課題どんどん増やしていって、まあ、そこで修正できればなというふうに思います。この日最後に行われたのが、ボランチからサイドに展開する攻撃のパターン練習。失点数をこれ以上減らせてもなかなか難しいんで、やっぱり得点力を上げていく、でシュート数を増やしていくということは、ボックス近くにいかにこうまい形で、それから自分たちのリズムでボールを運んでいくかってことになりますし、中村俊輔という日本一のフリーキッカーがいる中では、相手もあそこでファウルを犯せないと、なのであそこのエリアまでいかにいいタイミングでボールを持っていくかに。目標のトップ5入りへ、攻撃の形をどう作るかが鍵を握ります。キャンプ6日目、初の練習試合が行われました。1本目開始2分、中村俊輔が右サイドへ展開。桜内のクロスに川又、サイドを意識した形で攻撃を組み立てます。2本目の開始直後、ギレルメがワンタッチでアダユートンへ送ると、そのまま左サイドを駆け上がりクロス。これを中野がうまく合わせて先制します。12分には山田が右サイドへ展開しゴール前へ侵入。
桜内のふわりと浮かせたクロスを頭で合わせ追加点を奪います。さらにその8分後、中央突破したアダイウソンのスルーパスに再び中野、サイドネットに突き刺し2得点、好調を猛アピールします。3本目の13分、小川大輝からディフェンスの裏へ抜け出した針ヶ谷が押し込み4得点。守っては無失点と攻守連動に手応えをつかみました。これからいろんな難しい状況になった時も、全員で戦うというそういうチームを作っていきたいと思います。なんかジュビロのキャンプって最初見るといつもなんかこういうなんかいい雰囲気っていうか、そういう雰囲気あるね。まあ、去年に引き続きですけど、選手同士コミュニケーションを取るっていう姿はたくさん見られましたね。まあ、それからもう一つ、その 4-2-3-1 っていう一つのシステムの中で起こりうる何かこう攻撃のパターンっていうのがこうなんかこう見られるかなって感じする。まあ、特にその前の3枚の部分プラスサイドバックのところ、特にギレルメの上がりオーバーラップの仕方っていうのを考えると、こういう形っていうのが今シーズン増えるんじゃないのかなっていうのが予想できる。はい、まあ、得点力を上げていきたいというキャンプなので、まあ、そういうところ新戦力の融合も含めこれからさらにっていうところですかね。そうだね、まあ、失点の少なさっていうのはね去年一番だったんだけれども、はい、まあ、もちろんそれを継続しながらの攻撃の形っていうのはこれがね今シーズン一番大事になってくるんじゃないですかね。はい、まあ、今のところ怪我人もいませんので、はい、順調なキャンプが行われていました。